こんにちは、柴田です。今回はグレコのジャパンヴィンテージ1976年製の EG700 のレビューです。この EG700 なんですけれども、まあ、ご存知の通りですね、ジャパンヴィンテージは非常に人気です。特にね、このグレコ東海のレスポールは年々高騰している感じなんですけれども、このね、EG700 がめちゃめちゃいいっていう動画を拝見させていただいて、今回千葉管楽器さんからお借りしてきました。まあ、その動画はと言いますと、あの爆風スランプのパッパラー河合さんがですね、この EG700 を愛用しておりまして、ギブソンに負けず劣らずの音が鳴るということで、今もめちゃめちゃ気に入って使ってるそうなんですよ。動画は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。40年以上経っているジャパンヴィンテージは個体差もね結構激しいんで、まあ、参考になるかどうかっていうのはね、何とも言えないところではあるんですけれども、今回こちらの音出しをしていきたいと思います。まずね、スペックなんですが、指板ね、エボニーなんですよ。かなりいい感じで、インレイもね、綺麗ですよ。ペグなんですが、カスタマイズされておりまして、グローバーがついております。で、ボディートップはメイプル。で、バックはマホガニーなんですけれども、ここに線が入っているので、上下ね、2枚になっております。そしてセンターで分かれているので、まあ、マホガニーは4ピースぐらいになってんのかなというふうな感じですかね。で、ネックはですね、レスポールなんですけれども、メイプルになっておりまして、若干薄めです。ギブソンよりはかなり薄い感じのイメージです。そしてピックアップは U2000 というオリジナルがついております。まあ、鳴らした感じの印象としてはですね、音はね、めちゃめちゃいいです。ただギブソンと比べてどうかなっていうと、ちょっとね、ギブソンよりはジャキッとしているイメージですね。まあ、それはネックが薄かったりメイプルだったりっていうところの影響じゃないかなと思います。非常に抜けがいいので、なんかね、ジャジーな感じとかブルースとかそういった感じの音楽をですね、こうナチュラルなサウンドで鳴らしていくっていうのが一番合ってるんじゃないかなと思いました。だからといって歪みのノリが悪いとかではなくて、この U2000 というピックアップはオーバードライブのノリもね、非常にいいです。